竹岡トンネルと新竹岡トンネルの位置づくす作団、面積日本一であり、かつ、白須大地では、初となる、分岐構造をしている新竹岡トンネルの本線と、ランプの合流部竹岡トンネルは、鹿児島県鹿児島下上7丁目から、道支部3丁目に至る、全長1506メートルの国道3号、鹿児島バイパスのトンネルである、 竹岡トンネルと一体となった運用が行われている、鹿児島東西幹線道路の新竹岡トンネル及び、2018年現在、建設中であり、開通後は竹岡トンネルと一体となった運用が行われる、予定の鹿児島東西幹線道路の東西トンネルについても、本校で述べる。新竹岡トンネル内の竹部 IC から、 湖南 IC に至る新竹岡トンネルの本線と竹部 IC のランプ部が合流する部分の掘作段面積は378平方メートルであり新透明高速道路のトンネルにおいて採用されている超大断面トンネルより大きく道路トンネルとしては日本一の掘作段面積となっているまた、シラスのような軟弱地盤において屈作したトンネル内での分岐は 初の事例である。竹岡トンネルが鹿児島市街地方向き、新竹岡トンネルが鹿児島インターチェンジ方向として、鹿児島東西幹線道路の下り線トンネルの開通するまでの間、暫定的に一体となった運用が行われている。白須台地に囲まれた鹿児島市街地と白須台地の西側に位置する鹿児島インターチェンジを結ぶトンネルであり、 鹿児島インターチェンジには、福岡、熊本、鹿児島空港方面の縦貫道である、九州自動車道、薩摩半島西部にある、日置市、薩摩仙台市、出水市などの主要都市を結ぶ南九州にしまわり、自動車道、薩摩半島南部のいぶ市、南九州市や鹿児島市、谷山地域を結ぶ、有料道路である、いぶスカイラインが接続している。 このことにより、竹岡トンネルは、鹿児島県の広域交通網の結節点となっている。その他、鹿児島市西部に広がる西郷団地や松本地域などのベッドタウンと鹿児島市街を結ぶ幹線道路にもなっていることから、交通量が非常に多い。竹岡トンネルを中心とした交通網が形成されている竹岡トンネルは、鹿児島県鹿児島市多神7丁目から、 道支部三丁目に至る全長1506メートルの国道3号、鹿児島バイパスのトンネルである。1988年に共用が開始された。下り線として運用される竹岡トンネルには歩道が設置されており、両側出口までの歩行者及び自転車の通行が可能である。自動車専用道路ではないため、125cc 以下の 第一種原動機付き自転車及び第二種原動機付き自転車 50cc 以下の自動車であるミニカーは通行が可能である。鹿児島市街地は白須台地に囲まれた平野部に形成されており、白須台地が鹿児島市郊外と鹿児島市街地間の交通の阻害要因となっている。このため、鹿児島インターチェンジから流入する交通のほかに、 鹿児島市郊外から鹿児島市街へ向けての交通が竹岡トンネルに集積することから渋滞が発生しやすく、鹿児島インターチェンジから鹿児島市街地に向かう下りにおいては2005年に竹部神社前交差点での調査による混雑度の値が2.16となっており、1988年の竹岡トンネル開通時に比べ1.7倍の交通量に増加している。 2013年9月29日の新竹岡トンネルの開通に伴い竹岡トンネルは下り線専用の片側2車線となり新竹岡トンネル開通前の9月29日朝は下り線が竹部神社前交差点から鹿児島西インターチェンジまで 2.2km 渋滞していたのに対し開通後の9月30日朝には目立った渋滞が見られないほどにまで解消され 新竹岡トンネル開通前は、鹿児島西インターチェンジから、竹部神社前交差点までの所要時間11分で、あったのが開通後には、所要時間が6分となり5分短縮されたと、報道された。しかし、開通後の2014年に、鹿児島東西道路の計画について公表された、資料によると、新竹岡トンネル開通後も鹿児島市外方面は、 竹岡トンネルを抜けた後の竹部神社前交差点から、天保山町方面への車線数は変わらないため、渋滞はそのまま残っており、また、竹部神社前交差点、部長交差点、中洲電停交差点の南北方向の渋滞が、前述の渋滞の影響により発生するようになったという。平日24時間交通量新竹岡トンネルは、 鹿児島県鹿児島下上7丁目から、道支部3丁目に至る、全長1513メートルの、鹿児島東西幹線道路のトンネルである。上記の既存の竹岡トンネルの南側に、並行している。2018年現在では、鹿児島東西幹線道路の本線部と、竹部インターチェンジの上り線ランプ部から構成される。既存の竹岡トンネルが、移住院方面から、 鹿児島市街方面へ向かう下り専用となり、新竹岡トンネルは、鹿児島市街方面から、移住院方面へ向かう上り専用となっている。新竹岡トンネルは、自動車専用道路に指定されており、歩行者、軽車両及び、125cc 以下の、第1種原動機付き自転車及び、第2種原動機付き自転車、50cc 以下の自動車であるミニカーは、 道路法第48条11項の規定により、通行できない。歩行者及び、軽車両は、竹岡トンネルの歩道に、その他の車両は、県道24号に迂回をする必要が生じる。事業中である、竹部 IC から、港南 IC に至る新竹岡トンネルの本線と、竹部インターチェンジのランプ部が合流する部分の、屈作段面積は378。 平方メートルであり、新東名高速道路のトンネルにおいて採用されている超大断面トンネルより大きく、道路トンネルとしては日本一の掘削断面積となっている。また、シラスのような軟弱地盤において掘削したトンネル内での分岐は初の事例である。建設に携わった国土交通省九州地方整備局、鹿児島国道事務所及び安藤狭間。 ゼニタカ特定建設工事共同企業体は、ミコケツシラに、我が国最大九段面の地中分岐道路トンネルを、施行として、土木学会が発表する平成25年度土木、学会賞技術賞を受賞している。竹岡トンネルの南側に平行に通っており、本線は2013年時点で、タガインターチェンジ付近から、竹部インターチェンジまでの区間が貫通しており、 天保山町、江南インターチェンジ方面から、東西トンネルが接続する予定である。竹部神社付近には、竹部インターチェンジが設置され、本線と竹部神社前交差点からトンネルに向かう、ランプがある。本線とランプ部が合流する部分の、掘削断面積が378平方メートルで、日本一の掘削断面積となっている。 また山岳トンネルにおける地中での分岐は、シラス大地など難質な地盤では、過去に事例がなく、長大断面部及び、創設トンネル部においては、トンネルの安定を保つのが難しいことから、掘削方法として、即壁シルベこを先進工法が採用された。また、タガミンパーチェンジ側の高校から130メートル区間のトンネル直上は、 土かぶりが17メートルほどと浅く地表には住宅地である竹岡団地があり、家屋が密集しており、地表面沈下対策が取られた。当初は2009年度末の供用開始を予定していたが、軟弱な地質であるシラスから構成される大地を掘削することから、掘削工事が難航し2012年度末、供用開始に延期され、 2011年末頃には一部で亀裂が発生したほか、屈作面の一部が崩壊したことから、地盤が予想以上に軟弱であることが判明し、補修工事が必要となり、2013年末、共用開始予定に延期された。2012年2月12日には新竹岡トンネルの貫通式が行われ、2013年9月29日に共用が開始された。 遠隔東西トンネルは、鹿児島県鹿児島市多岐7丁目から同市上原田町に至る、全長約2700メートルの鹿児島東西幹線道路の下り線のトンネル及び、同市多上6丁目の新竹岡トンネル内から同市上原田町に至る鹿児島東西幹線道路の上り線のトンネルの箇所である。当初は、竹岡トンネルを、 鹿児島東西幹線道路の一部として整備する計画があり、竹岡トンネルの中間部から新しくトンネルを掘削して、天保山方面に接続させる案が、竹岡トンネルの北側にトンネルを新たに掘削する案とともに検討されていたが、分岐案を採用した場合に、工事のため竹岡トンネルが2年ほど通行止めとなり、周辺の交通状況へ与える影響が大きい他に、 事業費が、分岐案では570億円、山岳トンネル案では600億円であり30億円ほどしか、差がなく、分岐案にすると工事に伴う通行止めの期間中の、経済損失が130億円となると見込まれた、ことから、天保山町方面への下り線の整備は北側に、もう一本トンネルを掘る山岳トンネル案が、採用されることとなった。 下り線は既存の竹岡トンネルの北側に並行して建設される予定であり、上り線は新竹岡トンネルの大断面に接続する予定である。避難連絡港及び本線の一部が新オーストリアトンネル工法で建設されるほかはシールドトンネルで建設される予定である。2018年1月23日には東西トンネル工事施工準備のため、 トンネルのルート上を通る鹿児島市道中洲通線の車線切り替えが行われた。ありがとうございます。